結局な結局な結局な絵んんは描きたいどんだけ疲れてもなお絵は描きたいんじゃないかなって思っちゃうんだよね <laughs> だから描くよん。俺は描くよーん。ただこの絵ではなく、もっとなんかもっと顔のアップとかにしよう。描くんだったら。よいしょ。描くのだったら顔のアップとかにしませんか。もう。 落書きぐらいでいいんででんすよたしょ私が書くものなんていうのはね顔のアップとかでいいんですよじゃないと体が持ちません体が持たないんですよ頑張ります なんか書きましょうや何書こっかなひななひななでも書くかやはーやはーって言ってるひなな書くわんんんええふいおはよう何も進んでなくて草おはようおはようここにいるよまぶしいまぶしい夢があるよ忘れないで正解は ただただいっぱいあるでしょいっぱい冒険食っちゃったのか食っちまったよ飯をよ右手ってどっちになる左側になるねりょう。 指をかわいくかける人間に私はなりたいので指を描いていこうやはーやはひななかきますイメージとしてはこうやはーやは ひななと一緒にゴッドエネルを描いてもいいんだけど、まあ、2000番センだと思うので描きませんバリザバリザはちょっと今度な,な顔のアップぐらいで可愛い絵を描きたいな あのー、この間、色紙に、ラブログのひなな書いたんですね。でちゃんとラブログのひな俺そういえば絵書いたことないなって思ったので、思ったので、そのあたり。 書いていこうかなって思うんだよ思うよお尻かいお尻描いてくれ誰か <laughs> お尻人にお尻描いてもらうことないけどね 人に喋りすぎた今。全然お尻書いてほしくない人に。やだわ。そんなの。絶対に。すげえ、調子、あざけ笑ってる。感じ出てるな、このひなねひななはね、メグで。 めぐたいで描いていいからいいんだよねやはぁやはぁってむずいなあっきた,のか,来たかけねえからひななひななか描いて楽しむわひなななんだろうな割と一番理想体系というか ひななめちゃめちゃいいよね。そこも好きな理由の、まあせ、もちろん性格が好き、一番好きなんだけど。ひななのスタイルってあんまりなんかさ、萌えキャラに少なくないひななスタイルの女の子。結構得体よりな。 めぐたい寄りな女の子って二次元に少ない二次元にいないから結構好きなんですよね女ほど振り切れてなないしなそう今日、居女じゃないんだよねそうなんて読むのそれ今日 <laughs> 女そこがいいんだよね七ナナのいいところってでかすぎず 小さすぎずなかなかいないそういう二次元キャラってそんなひななに会えたことに感謝そんなひななを生み出してくれた高山に感謝でも魅力的でござんすやはーひなな <laughs>

見たさはあるが土曜日ちょっと予定があるので忙しくて最近見れまチェヌまあ元のイベントからして誰が行くんだってレベルだったし <laughs> まあもう元のイベントはマジ謎だよな誰が行くんだっていうのはまあ好きだったら行くかもしれないけど割と謎 ではあったイベント内容的にはねアーカイブとかないんでしょ確かアーカイブもないんだ武道館でね上映会っていう謎,謎すぎるイベントだからねわざわざ武道館借り切ってやることかっていうところでもあるしなんだその謎の金の使い方はっていうの 気はするけどめちゃめちゃ謎ではあるわ、可愛い,いひなな <laughs> マジで可愛いやばい 入場特典だったたありががとうタオルが無駄になったのは残念だけどえ、そんなのがあったんだそれは何配チケット買ってた人には配らないの郵送で送るとか無駄になるよりはそうしたがよ返金するからダメでしょあ返金なんだなんか完全に人を嘲笑ってる角度だなこれ こんなこともできないのって言ってそうこの角度のひななはお嬢様こんなこともできないんですねやはあ弱いーすごい弱いんですねあー敬語のひななもいい。 全部いいな、ひななは。要素が。ひななの良さを語る回、発足しようぜ。みんなで。俺の配信見てくれてる人でひなな好きって人あんまいない気がする。わかんないけど。言ってねえだけでいるかもしんないけど。 み体に抵抗が強いいのかもしれないまあそうなのかなみんなロリコンだもんな基本的に目は好き兄を立って見た目は好き中身が嫌いみたいな言い方すんのやめてくんない俺のひななを 俺のひななに対してひななは中身こそ思考だからねその体型ももちろん好きだけどそれは後からついてきた俺はむしろ最初は 性格で好きになったかな、ひなの。めっちゃ考え方いいな。こうか手首もうちょい。やはー、やはー、あはー。うん、ああ、結構やっぱ。ひなのがヒンでも好きになってたか。いや、多分なってたと思うよ。割と性格がすごい。本当に好きだから。 最初初めてプロデュースした時にめっちゃこの子の考え方好きだなってなってひななのことを好きになったから割とそのひなながあ初見さんこんにちは今アイドルマスターシャイニーカラーズっていう作品の市川ひななちゃんっていう子を書こうとしていますでその子に対しての愛を今語っていましたちゃんのの見たた目でひななだっら 川口は一生捧げてた <laughs> そうだね違ったわ違った違っ,たって何が初見じゃなかったってことまあそれはあるかもしれないいやでも違うもう十分一生捧げるよ俺はひななでひなながむしろめぐたいだからこそ俺はもっと好きみたいなとこあるこいとちゃんの体型だったら別にそんな好きじゃなかったかもしれない逆にな逆にうん トラ,トラはまあ一回落ち着かせてる煮込んでるトラは煮込みドラにしてます味が染みるからね煮込めば煮込むほどイエトライエトライエー マジでオミクロンのせいでよ発生しなさすぎて厄介も家エトラのやり方忘れてそう <laughs> そうだね最近聞かないもんねそういえばそうか家エトラできないのか今コールできないから、ま、ちょっとトラの印象強くて別人と思い込んじまったぜあなるほどねこういうのもかけるんだよってことをじゃあ見せていくわあなたに 実は可愛い絵もこいつまさか可愛い絵も描けるんですかっていうとこもまあでこのポーズあれじゃん公式の公式のポーズだ公式のポーズと同じポーズをさせてもな描ける幅,幅広くていいねまあいいか そんな広くないんだよなマッチョか美少女かしかないからマッチョか美少女しかいないなんかその少年みたいな描けないから俺全然ですいいや手後で描こうなんかじゃ邪魔だしなんかあんまり考えないでなんだっけ プリコネのカイジ君描いてプリコネのカイジ君カイジ俺は描けられるときは描けば何でも描けそう描けるいやそんなことないんじゃないかなずっとさっきも四時間ぐらいララフで苦悩してたし 何つってたか、カイジャそんなセリフしてたの、一度、かけられるときはかけるみたいな。なんてつってたか忘れちゃった。ヘビメヘビでいてくれてありがとう。トレガワヘビでいてくれてカリザだった。カリザ あって誰だああの男か少年かショタかボコボコにされてたやつねイベントであ,あ、焦点が <laughs> 合ってないひななの目って結構むずいんだよな なんかこの結構この下が丸いんだけど上目遣いにならないようにというか6時間くいいねやばいみたいになってる闇になってるね俺は4時間かけてラフもかけなかったよ安心して一緒に頑張ろうな なんか上目遣いになっちゃうよねひななの絵ってむずっ <laughs> ちょむずっなんでこんなむずいんだ寝たほがいいよでも頭痛いときは俺はご飯食べちゃったからちょっと上が丸いのかわかった理解 上も丸い明日昼までには絶対起きなきゃいけないからなそれも困ったところこんな時間まで起きてる場合ではないんだがしかしご飯を食べてしまった欲に負けた逆流性食道炎なのにもかかわらず敗北を期した欲にそうだね 2時に食い終わったからまあ最低でも4時わかるよそれよくあるよね俺もそうだからもうなんか絵描けないくなったから1ヶ月ぐらい絵描いてなかったからの絵を描く感覚を取り戻すために今何も考えないで絵を描いている 目がぐちゃぐちゃだ。なんでこのひな壇の,の目ってむずいんだろうでめっちゃ眠いよ、ちなみに。でも逆流性食道炎だから、俺は2時間は寝ちゃいけないんだ。耐えてます。耐えざるをえないんです、僕は。 こういうときみツールよ。これがいいのよ。歪みツールがあんまりよくないかもしれない。歪みねえな。歪みねえな。ほいほいチャーハン。俺、あんまり見てないから知らないんだよね。実は。 インムとパンツレスリングを見ないで育ったニコチュだからごめんなインムよりは知ってるだろうインムよりは知ってるかもえでもあんま変わんないかなホイホイチャーハンしか知らない「ゆがみねえな」と「ホイホイチャーハンしか知らない」「おー」みたいなあと それぐらい知ってるといえど。いい夢で知ってるのなに。んー今何でもするって言ったよねー。ぐらいかな。俺が知ってるといえば。パンツレスリングの人死んじゃったんでしょ。ああ、そう、亡くなっちゃったんで、ね。それしかねえな。それしか知らない。 マジで本当知らないやとは。ビレゾンもインムネタだっていう話は聞いた。俺ビレゾンっていう言葉好きだったから。そしたらそれインムネタだよってショックを受けた。ユニコーンもいあ UC もインムネタなの。ああ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 。最近は UC の。ビレゾンの意味知ってるの？えビルシレベルで存在しているじゃないの。 なんかこ、こ、かっこいいじゃん。あれが。何が存在してるか知らねえ。勝利の可能性とかじゃないのロボットアニメとかでありそうじゃん。俺たちは、まだ負けてない勝ちの可能性が。亀頭に。 面が微粒子レベルで存在している微粒子レベルで存在している祈祷に大便が微粒子レベルで存在しているの略ハ <laughs> ハクソ汚ねえじゃねえかビレゾンずっと使ってた俺知らないでなんかかっこいいなあと思って響きがビレゾン微粒子レベルで存在しているの響きかっこいいからずっと使ってた俺 バカみたいに意味も知らずで俺もしかして陰夢中だと思われてた当時当時の俺おでずっとそう思ってたマジか知らないからこそ雇用してしまったんだなじゃあ 残念だね。まあ、遅くてもね、知れてよかった。えー、なんかキモいな。なんか、なんかキモい、なんかキモい。なんか、キモい。黒目がでかいのかな。ひなのの目、むずねなんでこんなむずいんひなのわかんない。 あのおめめが魅力的なのにその魅力的おめめを再現してあげられないっていうのは俺の実力が不足してるからだ許されねえそんなの絶対絶対

もしかしてバカ自ら難しい絵に介入するなんてこういうとこで歪みツール歪みねえなあ歪みツールダメだめだこういうときじゃねえや使うの勘違いでーす すませんなんか知らない人が向こう岸で手振ってて「んあれ俺に手振ってんのか?」って思って手振り返したら全然違う後ろの人だったっていう一番恥ずかしいパターンみたいな感覚ー感覚ー感覚感感感覚 友達かと思ったら違う人だったりするー一番恥ずかしいやつーやつつやつつやつやつやつつあるよねーそういうことあるよねー なんかな,輪郭が可愛くない可愛い輪郭をかけるようになりたいお輪郭が可愛くないトレスしようかな。 なんだこかわいくない輪郭は顔が長いのか顔が長いなつぶすか全体的に溶けてる溶けてるバた？バリサは家に帰った夜だから 夜も更けてきたから一回家に帰った。小学生だしね、補導されちゃうから、こんな時間に歩いてたら 俺昔友達と高校生の時に友達が家に泊まりに来ててあの深夜にコンビニに行ってプリキュアの食玩を買って帰り道警察に <laughs> 報道されて <laughs> めっちゃ恥ずかしかったことがある。 持ってるもの出してって言われてはいプリキュアの食玩。不審だったのか <laughs> 草友達と二人でまあた分若い子が夜中出歩いってたからたた多分補導したんでしょうシンプルに夜遅いから気をつけてねすいません プリキュア持ってたら余計怪しい <laughs> もう家の前、しかも家の目の前で報道された。本当に。家ここなんですけど、みたいな。<え>家のもん前で報道された。家ここなんですけど。怒り一回全部出して。ああ。はい。みたいな。くそめんどくさだった。

本屋で立ち読みして帰るるとよくくいるんだかの近くにえー俺でもそれぐらい人生で初めてだなそれが最初で最後かも報道されたのそれ以来報道されたことねえや報道てか警察で止められたことあ, <laughs> あったわ空き場でエアガン買いに行くためにでっかいカバン持ってたらエアガン買った後とかに 買った後にエアガンを持ってで歩いてたら、空き場でゴリゴリ触手されたわ、そういえば。これ何エアガンみたいなの言われて。あそうです。この辺り多いもんね、エアガンショップ。みたいな。知ってんだったら別にいいじゃねえか。<laughs> 思いながら。はい。ゴリゴリ触手された、そういえば。忘れてた。空き場でエアガン持ってたら、触手されました。 みんなも気をつけてください。今で屋ガンを持ってると職質されます。たまに実銃持ってる人いるのかなどうなんだろうねもうカバンがでかいから不審だっなる警察。カバンがでかかったから怪しかったんじゃない金髪だし、俺。 金髪ででかいカバン持ってるやつがうらうらしてたから怪しかったんじゃない金髪の頃の話だね今はもう違うけどあんまでっけえ口開けねえんだよなひななってある程度って感じ 今も髪長すぎて食ただされてもおかしくないまあねプロレスラーみたいな外見してっからね <laughs> 毎回久々に会った人にはプロレスラーみたいになってなって言われる 私は黒髪の小学生だったが6時以降は危なかった、まあ、小子供こそねやっぱ歩道の対象になるんだろうな多分俺もその秋葉での物質とその高校生の時の 学室ぐらいしか五時に帰りなさいよと学校で言われる小学校の時は五時帰ってたなでもなんかお祭りとかある時だけ夜まで遊べるから好きだったな楽しかった あんまヒナナって頬を染めるイメージないな。恥恥かずかしがったりとかしてるイメージあんまないひなの。6時くらいから警察が動き回りだす。うん、かわいいね。いい感じいい感じ。 昔、幼稚園の側でおでん食ってたら、食ただされたわ。幼稚園のそばでおでん食って。<laughs> そりゃされるわ。やべえやつだろ。で、あれでしょ。外見が肝もたくなんでしょ。おしまいじゃん。おでんはやばい。ロリコンだよ。ただの。やばいロリコン。で、保存されるが、家が、すぐ何で住所書かされて返される。 やばいロリコンってことでしょんー、これ首かしげなくてもいいかなちょ,ちょっと気持ち。気持ちかしげ。家がすぐ何ですぐなんでか。洋女を置かずにおでん食ってるってことだからな。いや、そうだよ。おしまいだよ。一番食っちゃいけない場所だからね。この世で。幼稚園の隣は。おでんを一番食っちゃいけない場所。それが。 おでん幼稚園の隣近くまあ警察も仕事だしな何俺は大人ですみたいな感じになってんの悪いのは君だからね何より俺は大人だからまあ警察も仕事だし許してやったけどみたいないやいやいや幼稚園のそばでおでんを食ってる君が悪いよまったく まったくまったくチョコちゃんってよく「まったく」って言ってない俺のイメージ <laughs> こないだ書いた色紙の構図とほぼ一緒です 体現。石をあげちゃったので、あげたっていうか人にプレゼントしたので。体現ですね。あれって手どうしたっけ、俺。幼稚園のほのほかゴミ拾いなら、らむしろ褒められるぞ。俺もゴミ拾いとかしようかな。ゴミ拾いするユーチューバーになろうかな。 どうも俺全然ゴミ拾いとかしてもいいんだけどさゴミ捨てる場所があったらいいんだけどな子供にゴミ投げられるがな。 あれやってると自分の周りにみんなゴミ捨ててくんだよなあーそうなんだこの人ゴミ捨てていい人だってなるんだ捨てといてといいけどね捨てるけどここら辺に捨てられるよりマシじゃない なんかね、家に持ち帰りたくないじゃん外のゴミってあれどうしてんだろうねゴミ拾いした人たちって父でかすぎこんなもんだよなでもひだなって別の道に捨てる コンビニのゴミ箱にねじ込む。<laughs> 最悪じゃん。<laughs> なんかさ、そういう。いや、自分家の前のゴミ屋敷みたいになるぞ。勝手に捨ててくから。ああ、自分の家で、家の前ではやらないでしょ。さすがに。どっか行ってさ。繁華街とか。やるとしたらね。街中に本当ゴミ箱なくなったな。ね。 なんかさ、そういうのさ、捨てていいですよっていう、なんか、集めてきたら対処しますみたいな場所があればね、全然やっていいと思うんだけど、ゴミ掃除とか。いい活動じゃない偽善だとしても。全然ありだと思う。 ねえだよなそういうのやった後のどうなってる衣装いろいろ何回するのえなんかいいやつに見られるじゃん世間からそれだけでよくない それだけ得でで得しょ。ちょっと父でかすぎるかいやでもこんなもんだろういや父だけちっちゃくするか父がでかすぎる

書いたけど、全然全然よや,やっぱ愛があるコンテンツじゃないとコビはバレる結構あるよ俺ファルコと出すか全然なかったバレんだよあのー、<laughs> 俺ファルコ超可愛くかけたと思ったけどねバレんだよ結局 結局バレます。その。ちゃんとやってないことが。<laughs> 結構やってたよね、ちゃんと俺、まあ。まずね。もう一回、ダイワースカールとコてたしね、まぁ、あ、ハルコちょっとめぐ体がすぎたな。ちょっとめぐ体になっちゃった。ガ体が良くなりすぎた。今見たらムキムキだよ、ハルコ。 ツイッターのインプレッション数がオリキャラ以下でがっかりえーそんなことあるんだファルコ書きたいなファルコ書こうかなファルコなんて呪いの音楽流しながら書いてたのにな <laughs> 未来響かすとびたえそれそれ流れてた時ずっとファルコ聞いてた時なってなって それ育成してた時だっけファルクずっと流してたのは一日うって55 <laughs> 太陽十五。ェベドゥグドゥッゥドゥまああとやっぱ人に見られるかどうかってあるからな普段描書いてるこジャンルと全然違うにジャンルとか急に書くとね フォローしてくれてる人たちがそのジャンルの人たちじゃないからみたいなところもあるよね。俺やっぱ普段は「あいまっすね」いっぱい書いてるから「あいまっすね」はそれなりに見てもらえるけどそれ以外のこンンでも見てくれたんだよな。そうなのまあ一時期みんなやってたからね、ウマ娘ね。 インターネットの人はサンタの顔だけと同じサンタの顔だけちょっと待ってフリフリがついてるせいでフリフリとこのもみあげのせいでどうなってるのかわかんないからちゃんと。 勢いでごまかしていかんこのあたりを。金の肩幅問題は勢いでごまかしていかんのだ。 裸から書かか。らないのかうん、まあある程度でいいかなこのリボンも邪魔だなポーズどうしようかなあんま考えてない なんで三時か。あ、もう三時か。でも、すげえ早いな。 ひななは調子いいなバリさんあんな大変だったけど書き慣れてるってか直近で書いたしな未来響かす飛び立つファルコ

頭がでかいというか手がちっちゃい <laughs> もうちょい奥の肩上がっていいな。 遊戯王の大会で臭すぎてで、金になったやつで正しいな。<laughs> おはよう、<laughs> おじさんは今日もおじさんだね。<laughs> いいなそれ。マジで臭いんだろうな、そういうやつ。でマジでいる本当になんでこんな臭いのってやつが。どうも、おはよう。マジでいるんだよ。ありえねえぐらい臭いやつ。あれ、何なのマジで。 なんか尋常じゃないかよ、臭いやつなんか。餃子みたいな匂いするやついんの。たまに。あ、なんであんな臭いんだろう脇型がとかじゃないんかな。いや、違う。そういう匂いじゃない、臭い。カードショップにいる臭いやつの匂いって。そういう匂いだったら正直、多分ね、問題になってないあれ実際、体よ。りも服が臭いんだと思う。 服が臭いのかなマジで臭いやついるよねなんでなんだろうねあのくいせえやつら洗濯しないからか本当に臭いなんか違うなさっきのやつはよかった戻しますあ今よかった いい感じのとこあったな生乾きだろ生乾きとかの匂いじゃないよあれなんだろうあの匂いオタクの匂い汗だと思うんだよねなんか夏に1週間ぐらいい カビ夏に1週間ぐらいあの枕カバー取り替えなかったらあの近い匂いにはなるい的なただそれでもあんな臭くない夏に1週間枕カバー変えなかった時でもあんな臭くないだから それはたぶん1か月ぐらい濃縮させた匂いみたいにするんだよね。そオタク。いや、臭いよ。じゃあ2週間だ。えっと、1か月ぐらい濃縮させた匂いがする、オタクはか。俺は汗かきだし、もう家が臭いんだろ俺はめっちゃ汗かきだから、たぶん枕カバーも臭くなるけど、普通の人は分かんない。 やばいマジで臭いお宅はそれは問題にもなるよでこんだけ問題になっててわかんね,ね俺も臭いのかなあの人に匂いって嗅いでもの臭いかどうかって聞かないじゃん俺もまあ風呂入んないから <laughs> 言うて俺も風呂 風呂入んないから、割と臭いやっぱりみんな気使ってくれてるだけ俺に。今度オフに嗅がせて。うん、いいよ。出かける前は絶対風呂入るから、わかんないけど、日常的に入らないことが、臭さえの。 つながりだとすれば俺は臭いかもしれない他人の匂いと違って自分の匂いは本人は分からんのやで、うん、リアルな匂いが知りたいから入らずに来て <laughs> それはやだよ普通に普通にやだ外出るときは風呂に入るっていう俺の中のポリシーがあるから 匂い気にしない人は、マジで気にしないからな。普段臭い人が、風呂入ったぐらいで、臭くなくなるかは怪しい。まあそうだよね。だから俺ももしかしたら、めっちゃ臭いかもしれん。俺、多分ちょっとだけ脇が的な、あれあるし。兆候。 自分でわきくせえなって思うことよくあるから。一臭に気づくために、日常の匂いは、脳が排除するらしい。へえ。でも俺自分でわきくせえなの気づくよ。うわきくさなんか風呂入ってないとめっちゃわきくさくなる。家の匂いとかわからんもんなそ。それとこれとは話が別ってことは 人かららしたら死ぬほど臭いんだよなるほどね。でも脇くさって思うときに人と会わねえからな。人と会ってねえから風呂入ってねえんだし。それはちょいやばいな。やばいかな。そのときにもし会ったら、濃縮させていくわ。もしみんなと会う機会があったら。 しっかり濃縮させていくわ。俺の本当の匂いを。脇田の匂いって、どういうのなの。自分の周りで一人もいないから。いかりゃく。なんだろうね、なんかくせに。スパイシー。スパイシーな匂いなんか。脳がこれ、えしと認識したということ。スパイシーな匂い。まあ、よく言うのは。鉛筆の芯の匂いとか。人による。 本当にすごいスパイシーな匂いがする人もいればいやだからそれを臭いといや本当にいろんな種類があると思うわきがあって一応フェロモンの過剰分泌だからねわきがあって。 それを臭いと捉えるかはあなた次第汗や皮脂を餌にした細菌の匂いじゃないのえそうなちなみに遺伝子的に合致すると女性にはいい香りとかすそうだよねそういうもんだよね多分ねいい,い大学の時にすごい変わった匂いの人オブラートにあったけど1イカ略いい匂いと思う人もいるはず多分すごい変わった匂いの人に会ったけど一発でわかる いや、でもいるよね。俺もその多分もしかしたらそのタイプかもしれないでも俺多分結構モテてた。ね、モテてたから大丈夫だよ。いつかの川口のトナウジの匂いは。え、トナウジは全然臭くなかったよ。パオルがよく俺に当たってただけで。俺結構モテてたから大丈夫。当時は。学生の頃は。まあ学生の頃は毎日風呂入ってたからか。 <laughs> そうか、今、今、今は臭いかもしれん。自称モテてた花の参考にもならん。いや、違うんだ、って。本当なんだって。本当なの。女の子に言,言われるぐらい。高校の盛り上げるためだけに呼ばれるやつね。 120個目の匂いだと異臭認識するぞ告られてはない好きだったよって言われたやめてほしい時間が経ってからねしかもなんで過去形なんだよ <laughs> 本当になで周りは気づいてたらしいけど 俺だけ気づいたなと。リアルタイムで言わないってことは、そういうこと。周りはみんな気づいたらしい。最近類に気づくためにね。俺だけ気づけなかった。ひどいよ うん。かわいいんじゃないあ、でもそんな過去のね、栄光でね、話、語ったとしても、今が何もねえんだったら意味ねえから。なんかもっとこう、 なんか違うなってのかよじ。まず、女の子と喋る機会がゼロになったからね。 のぞき金鉱金で止まるから。のぞき金,鉱金。タップルやるでタップル知ってる人間の2人に1人がタップルをやってるんだってみたいな CM タップルえつって見てるとくそうざいやつ <laughs> よく出てくるよねタップル 即やるべ。ガンかよ。<laughs> ほぼガン。タップルは。すごいね。そういうのから結婚する人とかもいるらしいからね。 時代は変わったなってアプリによってユーザーの質が違うからちゃんと調べた方がいい。いか略時代は変わったなって思うわユーザーの質が違うんだ。だから本当に出会いたい人なのかちなみに出会い系は業者からしかメッセージ来ないぞ。 そうなのタップルも ?2 人に1人がやってんのに嘘ってことじゃあの CM タップル俺も俺もツイッターで エシ、エシ、エシの女の子と出会いてえよ。やっぱり、同じ趣味を持つ仲間でな。よく見るじゃん、ツイッターで。アイドルマスターがきっかけで、お付き合いを始めて、結婚しました、みたいな。黙れよって思うよね。<laughs> 昔付き合ってた女がそういうのの桜やってたわへえ<ー>。まず絵をあげような <laughs> なんかでも逆にフルのサイトがやりめサイトになったりしてそう普通に来るのは30代後半からはマジで素人が恋人と探し出す川口の絵は女受けしないそうかやっぱそういうのもあんのかな女受けする男受けするえみたいなの でもなんかどっちかっていうとひななピーって女性多いイメージあるわひなな好きなすれば女性好きな女性ピーがなんかイメージだけどね勝手な,なんこんなこと言ってたら本当に 冗談なのにえこいつあの出会い目的で私のことフォローしたのみたいに思われそう <laughs> 冗談ですよ冗談を冗談と捉えてもらいたいけど初めて会う人とかと。 なす人とか。の人がどんな冗談を言うのかとか。わかんないからね。結局、出会い系もモテるかはプロフィール写真次第だぞ。まあ、かっこいいやつモテる。つるなニマスって女やってるのか。どうなの。エ,エロ絵描いてる絵師は。実は女でびっくりしたわ。ええ。でも、エロ絵師とかって、あれでしょう。おっぱいの写真もらえるんでしょ コスプレあの神神絵師はコスプレイヤーの可愛い売り子を雇ってフォロワーによる可いい売り子を雇って一緒に即売会に行けるんでしょ,でしょえで自給できるのにおっぱいもらってもしょうがなくねげーなアフター 出会い系サイトに登録してる医者の数が全国の医者の数超えてるら <laughs> 怒りやくんよな s, <laughs> <S, s m への変態英史は10代女性とかいるねズリーよな絵が上手いだけで <laughs> だけでって言ってもみんな努力してるんだけど もコスプレイヤー雇おうかな。あれ、お金かかんのブラックジャックみたいな人がいっぱいいるのかなそうで。何無料でってわけないよね。女は無料。女は無料なのそんななんか相席屋みたいな。まあね。任して。 来てくれるじゃん。売り子に。口もうちょっとちっちゃくてもいいな。まず売るものがないと。<laughs> いやでもさ、俺2月の歌姫行こうと思ってたけどさ、こんだけ出ちゃったらもうダメだね。そんな子が今は普通の一杯を描いてたぞ。こんなにコロナ増えちゃったら申し込んでなくてよかったわ。歌姫って申し込むかめっちゃ迷ってたけど。まあ、多分2月には収まんねえもんな。これね、ありそう。 全然あるなシンステにも来てほしいなああ、シンステシンステ次いつやんのビルゲイツがコロナはもう風になるとか言ってるから大丈夫だぞえー、ビルが行ってんだったらまあそうだないつか行きたいなって思ってんだよね、シンステも3月21日だっていげんじゃね ?3 月だったらあもう終わった申し込みあ、サークル参加受付中だ 兵庫県。いや、わかんねえ。<laughs> 3月のことなんか、このコロナ禍でわかんねえよ。1月10日まで。おい <laughs> 過ぎてんじゃねえかよ。バカ。もうちょっと早く行ってくれれば締め切り1月10日まで。 知らなかった存在を。新ステも気になってるけどね。どうにか許してくんねえかな。すいません。ダメですかあ。ミリのやつは。あすぐには申し込みフォームは閉じませんので、ご参加いただけるサークサラマン、申し込みいただけますよう、よろしくお願いします。だって。おい。慈悲があるぞ。新ステ慈悲が。 申し込みフォームはまだ閉まってないから。てか、まず多分参加数が集まってねえんだろうな。500スペースって書いてあるけど。やっぱこのコロナ禍で申し込むか、申し込まないかみたいな。だって6000円かかんだよ。これでキャンセルしたら6000取られんだよ。くれるよ俺に6000円じゃあ、もしこれで行けなかった、あの、コロナが増えてたら。3月わかんねえ。一番多かったりしそう、3月。どうなんだろう。 兵庫までどうやって行くんだえまあ、車か。電車普通に。父、でかすぎるか。もうちょい収めるか。徒<歩>まあ徒歩だろうな。このペースで3月まで増え続けていったら日本全滅だよ。<laughs> なんで死ぬんだよ。 新幹線やろ普通新幹線あえて沖縄行こうでもさどうすんだろうねもう全部郵送なのかな あれは、在庫とかは。でもこの、今家にある在庫とか持っていくとしたら超大変だな。新幹線だとしたら。あ、まあ、それでも送ればいいのか、現地に。 手で持っていく機会は <laughs> 手で持っていくのがどうすんのかなと思って結構だってさ会場現地に俺はさあのなんだっけ歌姫庭園の時は毎回手で持ってって,ってたから電車に乗ってガラガラでまあ、そんないっぱいないから段ボール1箱分ぐらいだからそんないっぱいなかったからそれを前回覚えてねえな何部売れたっけなだってもうあれ2年ぐらい前でしょ 2030ぐらいじゃない50部ぐらい売って多分半分ぐらい余ってるから多分2三3 0だと思うよ多分ね そそれぐららいならカバン入りそうだけど。まあね多分まあ持っていくことはそんなにちょっと大変なぐらいダンボール一箱を常に持ち歩かなきゃいけないっていうクソだるモードではあるけど超大変かって言われたらそうでもない車とかだったら超楽。 いやでもうちの親が車買うらしいからやっと。 首の位置もちちょいこっちかむずええくのむしろ今の傷ついた車あげて新車買えば <laughs> いやほんとに直してくれって思う俺が傷つけた分以外もやってるしうちの親がなんか金持ち金持ちなのパパに 金持ちの彼氏ができたらしいからあ間違えたもうそれで車も買うらしい俺の新しいパパ 買うんだったら直してからくれよって。今度言うわ。直すかね、くれ。色も変えようかな。車の。50万ぐらいするらしいけど。全塗装してもらおうかな。 ななんか変だな何が変だろうもうちょい奥の肩上かな。 また手でかい気がする手でかいんないんじゃねえか手がでかいだけか手でかくしがちああかわいかけてるからな最後まで書きたいんだけどなうの目が気持ちでかい気がする ただ、もうそろそろ時間だよなタイムリミット4時が今日のタイムリミットなんで俺のもうその時は近い今眠くないのかえ眠いよ まあでも超眠いかって言われたらそうでもない。ふわふわしてる。眠いっちゃ眠いし、眠くないっちゃ眠くない。そんな感じ、そんな感じ。今の私はそんな感じ。水も甘いもしっかりちゃっぴり切った君ベステベスキャンゲイ。夢がほら、エッタせんギャラスタンブルーみたいに。みんながいるから。 君も君も君も全部絶対なくちゃダメなのよしっかり握ってギュッギュッ忘れないように誰も誰も誰も全部絶対かけちゃダメなのよいられない自分らしく嬉しく夢を叶えたら もう満体もう満体だから私はもう満体今聞いても完璧じゃない再現率が。 これにはトラ要素入れないのこれ普通にただの落書きだからいいかなただ俺が描きたかっただけだからひななをなんか可愛いけどなんか違うなんだろう 何が違うかは分からないけど何かが違う気がするふんかりにくい線は消そう。 ななひなひなな結構ツインテルの位置が高いな喉乾いた水飲むね最近俺次の日ね、絶対に起きなきゃいけないことがあるとさ あのトイレにいる寝る前にトイレ行かないで寝るっていうのをやるんだよね惜しく置きたくて絶対起きるっていうテクニックを使ってる体に悪いと思いますか絶対に悪いですみんなもおすすめ次の日絶対に起きなきゃいけないことがある時に などに うん、なんだろうな何が変なんだろうな体の向きと顔の向き違うやつじゃない 体ののききと体の起き違うかなこれは今回は同じだと思うんだけどな今回は多分大丈夫だと思うんだけど付け根かな 首の位置かな目の向き目の向きかな目の向きってどういういことあ目の向きあ目の向きなるほど顔の角度と目のむ目の角度は違うってことかなそれはあるかもナイスナイスナイス もうちょい気持ちこうい,いやそうか…かうんうんわからないねわからないねー顔が正面っぽすぎるっていうのもありそうだけどな 言うならばなぜならばああ結局わかんないっていうね結局わかんないのやばくないラフで結局転ぶ1時間半ラフ書いてんの俺バカじゃんただのバカ以外の何者でもないじゃん 違う絵のラそれで結局をくらいにと。ねえ。違う絵のラフが描けないからこ、だって違う絵を描いて逃げようっていう魂胆だったのにもかかわらず、結局ですか。 そういうことなんですか。 あれークシーじゃー分かんなくなってきちゃった。ダメだみんな。俺、死んだ。スズメだましいすっか。寝るよ、もう。寝るしかないじゃない。 顔が長いな顔が長いのかもしれない。 顔の長さを縮めたら横幅も気持ち縮めないといけないのでは何だろうなえー、どっちだこれ こっちイラソチガチーサこっちが小さい 嘘そっちってどっちだとのサイズがまず違くね。手前手前。右側ってことえちょっかじ <laughs> 同じぐらいな気がするけどな。なにてるるるん。あちっちゃいか。でも本当だ。ちっちゃいかも。 可愛いはずなんだけど、わかんねえな。だろうこの気持ちはこの気持ちはなんだろうこの気持ちはなんだろうあの空もあの海も「 うん、んなかわいい気がするかわいい気はするけどよくわかんなくなってきたから寝ようかじゃあ今日はこれぐらいにして今日はこのぐらいにしといてやるよあと三十分あるぞもう寝みがいいや30分ぐらい誤差でしょ あ、でもなんかかわいい気がする。かわいい気がする、携帯どこ置いたっけ、俺。あ、キッチンに携帯置いてきたわ。えー。たぶん、キッチンに携帯、へい、知りあれ、いるわ。<laughs> あ、普通に、液タブの裏にいたわ。 じゃあみんなありがとうこんな時間までふんふー <laughs> じゃあまたね明日明後日、配信できるかわかんねえけど次の配信までには完成させといてねうー、きつーおやすみー夢見てねありがとうそっちもないい夢とおつ いい人生送ってくれや。みんなで楽しい1年にしましょう。ちょっと明日明後日あたり忙しいんで配信できるかわかんないですけどうい。頑張ります。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。あざした。